ガオちゃんの西成チャンネル。はい、おはようございます。西成住吉芸人ガオちゃんです。ギャオ。はい、ということでですね、今日はですね、西成五郎の4億円という、映画がありまして、それの舞台挨拶があるんですけど、それの MC を僕がやるという日でございます。司会とかはね、普段あんましないし、けど初めてね、こういうのしますね。まあ不安もありますが、まあまあまあ、頑張りたいと思うんですよ。はい。まあ同期のアナウンスが上手な同期の、キヨモデル君にもね、結構アドバイスももらってるんで、まあ、なんとか、うまいこといけたらいいなと思っております。で、京都、心斎橋、重曹で3カ所もあるんで、はい、頑張りたいと思います。はい、朝ごはんは、納豆とキムチです。最近これ、こんなん好きです。泉屋のね、納豆、泉屋のキムチは結構うまくて。パワーつきますな。MC といったらやっぱり、納豆とキムチだと思います。はい、この辺西成なんですけども、結構西成五郎の4億円ってこの辺のね、ほんまに西成を舞台にした映画で、この辺もね、映画に出てくるとこなんで、ロケ地巡りとかも、西成でできそうです。まぁ、ちょっとね、ここは新今宮から京都に行きたいと思います。新今宮もね、ちょっと駅前はどんどん綺麗になっていってます。星野リゾートとかがあるんで。はい。ここからね、京都へひとっ飛びしたいと思います。ここも、はい。こんな感じで綺麗になってます。星野リゾートは、はい。もうほぼ完成しております。ここから京都へひとっ飛びです。西成チャンネル、京都の方着きました。寒いですね、やっぱ京都。寒いですけども、会場しっかり温めたいなと思っております。ちょっとね、緊張感高まりますけども、はい。なんとか、まあ、一発目しっかり、こなしたいなと思います。まあ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 、はい。ここから15分ぐらい歩いて、京都南海岸館というところに行きます。いやー、京都はいいですね。気持ち高まりますね。自然も良くて。空気感もやっぱり文化的な、感じがあるんで、気持ち高まります。巨大都市京都。やっぱ京都ということで、松屋とか、セブンイレブンが白いですなぁ。白松屋がございますわ。僕のね、衣装ももしかしたら、白なってるかもしれないですね。京都来たら。そればっかりはわかりませんが。まあ、間もなく到着です。こちらで、今日ちょっと、今から MC やっていきたいと思いますので、頑張ってきまーす。なんとか、お仕事、大役やってのけたいと思いますので、聞いていきます。ということで、間もなくでございますね。西成五郎の4億円のこちら、舞台挨拶が始まります。もう結構時間かかってますけど、もうここパッてやって、すぐ心斎橋に行かなきゃダメみたいなんで、まあまあ、気持ち高めていきたいと思います。西成チャンネルということで、京都からもうこのまま結構時間あれでそのまま行きました。まあ、ちょっとね、MC 噛んだりとかも結構あって反省点は結構あるんですけども、ちょっと心斎橋に、来ました。はい。そして今日ゲストでね、はい。はい。ももの二人。ゲストというかね、この舞台挨拶の登壇で、はい、M1 ファイナリストの、はい、ありがとうございます。ももちゃんが。はい。自己紹介で。はい、僕が攻めると言いまして、僕が守ると言います。はい、攻める側が守るで、守る側が攻めるです。お願いします。はい、決まりました。攻める側。守る顔。その顔じゃないですよ。守る顔。ということで、嬉しいですね。はい。ちょっと今からということで、はい。行きましょう。はい。ちょっと緊張してる。いや、緊張してるですよ、僕も。三人が緊張します。あ、そうです。いや、そら。三人ガチガチ緊張派で芸人で頑張りましょう。はい。まあまあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。休み後だけ、残しましょう。いや。ところがて重曹で、3回目の、舞台挨拶の司会終わりまして、結局ね、ちょっと1回目2回目はなんかちゃんとせなあかんって気持ちが強すぎて中途半端に下手な感じになってもうてっていう部分とかは反省かなって思って、でもなんかまあ皆さんにこう周りの人がこう盛り上げていただきまして、映画の面白さはねすごい伝わったんじゃないかなと思いまして、いろいろ個人的には勉強になりました。で3回目とかはね、結構もう司会ちゃんとできへんやつやなっていうのがね皆さんにバレまして、そこをね結構結局いじられたりして、なんかこう会場は結構盛り上がって、
よかったです。でも作品自体がめちゃくちゃ面白くて、闇金姉妹というね、もうすごい強烈なキャラクターもいて、大阪の街をね、西成の街をテーマにした映画で最高でございました。永原誠輝さんも今日ねずっと一緒やって、役の時はねめちゃかっこいいし、舞台上ではね盛り上がりました。で最後は土地勘信也さんも来ていただきまして、まあいい経験できましたね。 MC というのはあまり柄にはないですが、ちょっとなかなかいい経験できまして、今後はねもっとねこう自分向き出してやっていきたいなと思います。まあちょっとね疲れました、気持ちは高まりましたね。また映画公開あると思うんで、ぜひ前編後編とね、あるんで、最高西成五郎の4億円ぜひチェックしてみてください。仕事終わりました。ありがとうございました。重曹で終わったんでね、せっかくなんで重曹にある、映画館の銭湯があるとのことなんで、ちょっと路地入って、ちょっとね、濡れて帰りたいと思います。緊張感のある一日でしたけども、よかったです。まあ、重曹もこの雰囲気いいですな。重曹、13、14、15とね、字を上げていけるような男に、自分のね、まあ今日のね重曹っていうのことは自分のね MC ポイントで言ったら13点ぐらいなんですけども、でもその全体で、盛り上がったので良かったです。ほんまにね、映画の舞台挨拶で普通に冷静に考えたらむちゃくちゃ司会下手でしたね。ずっと噛んでたし、ずっと盛り下げてたし、ほんまに盛り下げてしまう瞬間がめっちゃあったんですよ、僕が MC で。でも実際皆さんがまたこう盛り返してくれて、でそれまた僕盛り下げてみたいな繰り返しだったんですけども、最終的にはすごい盛り上がって良かったです。ということで、続きました宝湯さんですね。こちら、初めて来ました。重曹にある銭湯でございます。ちょっとこれで、濡れて帰りたいと思います。西成チャンネル、宝湯さんでございました。重曹で初めて銭湯行きました。最高でございました。ちょっとねレトロな感じで、ブラックシリカというね、ナウマンゾウの傷も癒すと言われているこう水のとこでの石が、はい、あるお風呂があって、でサウナも二段式の遠赤外線のね、こうじわじわとくる暑さのしっかり温めてもらいまして、天井がねこう 薄い緑なんですね。白いとこが多いんですけど薄い緑で、なんかマイナス4出てるようで気持ちよかったですね。椅子もね薄い緑でマイナス4かありましたね。はい、重曹ですけども、気持ちは14、15という感じでございます。ということで西成の方帰って最後西成五郎の一日を、はい、締めたいと思います。気持ちいいね。なんかお腹減ったんやけど、そんなにお腹減ってないから今日はトリッキーな晩ご飯にしようかなって思います。晩ご飯って言えるかどうかわかんないんですけども、まあまあ帰りたいと思います。西成チャンネル、ちょうど、動物園前駅から、はい、帰ってきて西成の方帰ってまいりました。西成です。西成五郎の4億円終わりの西成を歩くんはなかなかおつなもんですな。まあほぼロケ地巡りみたいなもんですからね。皆さんもよかったら西成、皆さんもぜひね西成五郎の4億円を見て西成に遊びに来たらより、気持ち高まると思いますので、結構ね西成がちょこちょこと、結構西成が実際にこう撮影してるシーンがあるんで楽しめると思います。まあ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 、西成チャンネル、ちょっとトリッキーなご飯食べようかなと思って、納豆とキムチのご飯食べたいと思います。これうまいんでね、最近米炊いてます毎日。うん、うまい、パワーつく。納豆もキムチも最高です。それとね、ほんまに最後急なんですけども、ちょっとね今日サイン書く場面が一応あったポスターに、で実は今日からサインを新しく一新したんですよ。10年以上使ってたサインがこんな感じで、こういうサインがあったんですよ。これ10年以上使ってたんですよ。一応ガオーで、英語でガオちゃんみたいなことなんですけど、英語で、はい。で、なんか、ちょっとね、なんか今まで気持ちよくはなかったんですよ。なんとなくこれで来て思ってて。で、なんか、ちょっと変えたいなってうっすらあって、でもズルズル来てて、どうしようかなと思ってて、いいのができたんで、実はサインが新しくなりました。こちらでございます。もうほんまでね、今日、ね、急になんやねんって話なんですけど、こちらですね。ちょっと新しいサインがね、こちらでございます。これの方がサインっぽいでしょ。繋がってるし。で、ガオちゃんってすぐにわかるし。僕サインなんかやっぱそのサイン見て誰のかわかるのが結構好きなんで。これでちょっとね、これから行かせてもらおうと思うんで。今までね、もしサイン書いた人おったら、また、新しくなったんで、
もしよかったら書き直すんで、はい、ぜひお声かけてください。ちょっとね、今日は大役ということで、なんとか仕事を得れてよかったですということで、西成五郎の4億円の MC の1日でございました。ぜひ映画で館でご覧くださいませ。めちゃくちゃほんまにマジでおもろいです。で、前編後編あるんで絶対両方見た方がいいんで、そして西成に遊びに来ていただけたら完璧でございますので、ということで、ちょっと疲れたんで、後でがっつり寝たいと思いますので、おやすみなさいませ。ギョー、最後サイン関係ないサイン持ってきてすみませんね。ほんまでもちょっと変えましたんで、こちらで報告させてもらいます。ありがとうございました。西成、西成、西成チャンネル。